週刊文春が報じたですね、えー、セレブインフルエンサーとして活動する平山美春さん、えー。これは元キャンキャンモデルということですけど、この方の記事ですね、まあ、すごく読まれているので、ちょっとこれについて深掘りをしていきたいなと思っております、えー。まず週刊文春が報じた内容ですけれども、12月10日にですね、この平山さんが夫で実業家の A さんという方と離婚調停中にあるよということが分かったということを報じたと。 でまあ、その離婚調停を、まあ、その調べていくうちに、まあ、非常に興味深い内容が次々と分かってきたと、まあてか興味深いというか驚愕の事実ですよね分かってきたということなんでちょっとこれについて話をしていきたいと思います、えー、まずこの平山さんですけれども、まあ、キャンキャンなどで活躍した元ファッションモデルだと。 まあ、あとはですね、まあ、いわゆる港区女子っていうんですかね、まあ、いわゆるセレブな生活をしている、まあ、インフルエンサーとして、まあ、その界隈では有名だったという人もあるので、まあ、この記事ですね、特に港区関係者を中心に話題になっていると。港区関係者っていうのは何なのかというのはありますけれども、まあ、港区の関係者の間で非常にすごく読まれたということですね。はい、平山さんについて聞いていきたいと思いますが、まずちょっとそこに入る前に,前にですが、この A さんという、まあ、夫の人。 えー、この方ってどういう仕事をしてる人なのか、ちょっと教えてもらっていいですかえっとです、ね、A さんはもともとパチンコ部品メーカーを経営してた方で、もうそのパチンコ部品メーカーも年商、売上高で100億円ぐらいある、すごく大きなあの結婚式などもすごく豪華なものをやったという記事もありますが、えー、この平山さんと A さん、結婚するまでの経緯をちょっと教えてもらっていいですか。 普通にあの知り合いの、多分それも港区関係の,あの、なんかレストランのシェフというふうに伺ったんですけども、ね。で、結婚式の費用がなんと1億円とありますけれども、これ、どんな結婚式をしたんでしょう、1億円で。 えとですね、結婚式も2回やられてて、ですねその1回目がイタリアの、はい、えとコモコっていう湖があるんですけど、うん、そこの,あのなんか突き出した半島みたいなのがあって、そ,こにうんまあ、そういった結婚式もした後ですが、まあ、こう夫の方が、ねまあ、お金持ちっていうのもあるのかもしれないですけど、平山さんがまあものすごいお金を使っていたことが明らかになったということなんですが、この散財の実態というのはどういうもんだったんでしょう。えとそうですね本当いいろろ あのバッグとか宝石とか、えー、と洋服、どんなものをいくらで買ったかとかって分かってるんですかちょっと詳しい金額まであの何千万規模とか何百万規模っていうのは分かってるんですけど、でもその中でも一番大きいのはやっぱりウェディングドレスで、結婚、うん、の,のまあ生活の実態があんまりなかったんじゃないのっていうことがまあ今回、記事でその要は指摘されてるじゃないですか。これ、別居しているとか、はい、あとは性的な関係がなかったみたいなことも書いてありますが。 これ、結婚生活のその、まあ、実態ってどのようなことだったのかっていうのがわかってるんですか。そうです。最初からまあ別、寝室が別で、同じ部屋で、まあ、寝たことがないっていうような話もちょ。